株式会社札幌北洋ホールディングスは、かつて存在した銀行持ち株会社。参加に置いていたのは、北洋銀行、札幌北洋カード、札幌北洋リースなど、東京証券取引所一部、札幌証券取引所に上場していた。略称は、札幌北洋 HD。自己資本比率10.52%、貸出資金5兆1993億円。 資金量は、地銀6位、総資産では4位。北海道地盤の第二地方銀行同士である、北洋銀行と札幌銀行を経営統合するため、2001年4月に設立され、現在の札幌北洋ホールディングスとなる。2008年10月14日、北洋銀行を、存続業として両校は合併し、現在の北洋銀行となった。2012年10月1日、 子会社の北洋銀行に吸収合併され、解散した。金融持ち株会社が子会社の銀行に吸収合併されるケースは、もみじホールディングス、キラヤカホールディングスに次いで3例目となり、持ち株吸収後の北洋銀は、テクニカル上場により、再上場をしている。ここでは、合併前時点における、北洋銀行及び札幌銀行の店舗を紹介する。なお、 札幌銀行の店名は2008年10月14日の時点で8割ほどの店舗を含め変更された。2008年10月14日の時点で札幌銀行の支店名がそのまま残るのは東間支店やアルカ支店などごくわずかに留まる見込みであり、合併後2年以内に殺人店舗と北洋店舗が500メートル以内の店舗は統廃後が実施される予定。 AB 株式会社北洋銀行と株式会社札幌北洋ホールディングスの合併についてありがとうございます。